ヨハネの書、第4章、イエスが、ヨハネよりも多く、弟子を作り、また、バプテスマを授けておられるということを、パリサイ人たちが聞き、それを主が知られたとき、しかし、イエス自らが、バプテスマをお授けになったのではなく、その弟子たちであった、ユダヤを去って、また、ガリラヤへ行かれた。しかし、イエスは、サマリアを通過しなければならなかった。 そこでイエスはサマリアのスカルという町においでになった。この町はヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあったがそこにヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れを覚えてそのままこの井戸のそばに座っておられた。時は昼の12時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来たのでイエスはこの女に水を飲ませてくださいと言われた。 弟子たちは食物を買いに街に行っていたのである。するとサマリアの女はイエスに言った。あなたはユダヤ人でありながらどうしてサマリアの女の私に飲ませてくれとおっしゃるのですか。これはユダヤ人はサマリア人と交際していなかったからである。イエスは答えて言われた。 もし、あなたが神のたまもののことを知り、また、水を飲ませてくれ、と言ったものが、誰であるか知っていたならば、あなたの方から願い出て、その人から行ける水をもらったことであろう。女は、イエスに言った。主よ、あなたは、汲むものをお持ちにならず、その上、井戸は深いのです。その行ける水を、どこから手に入れるのですかあなたは、この井戸をくださった私たちの父ヤコブよりも、偉い方なのですか ヤコブ自身も飲み、その子らも、その家畜も、この井戸から飲んだのですが、イエスは、女に答えて言われた。この水を飲む者は誰でも、また、乾くであろう。しかし、私が与える水を飲む者はいつまでも、乾くことがないばかりか。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が、湧き上がるであろう。女は、イエスに言った。 主よ、私が乾くことがなく、また、ここに汲みに来なくてもよいように、その水を、私に、ください。イエスは、女に言われた。あなたの夫を呼びに行って、ここに連れてきなさい。女は答えて言った。私には、夫はありません。イエスは、女に言われた。夫がないと言ったのは、もっともだ。あなたには、五人の夫があったが、今のは、あなたの夫ではない。あなたの言葉の通りである。 女はイエスに言った。主よ、私はあなたを預言者と見ます。私たちの先祖はこの山で礼拝をしたのですが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは女に言われた。女よ、私の言うことを信じなさい。あなた方がこの山でも、またエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。 あなた方は自分の知らないものを拝んでいるが、私たちは知っている方を礼拝している。救いはユダヤ人から来るからである。しかし、誠の礼拝をする者たちが、霊と誠と思って父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。 神は、霊であるから、礼拝をする者も、霊と誠と思って、礼拝すべきである。女は、イエスに言った。私は、キリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られたならば、私たちに一切のことを知らせてくださるでしょう。イエスは、女に言われた。 あなたと話をしているこの私が、それである、その時、弟子たちが帰ってきて、イエスが、一人の女と話しておられるのを見て、不思議に思ったが、しかし、何を求めておられますか、とも、何を彼女と話しておられるのですか、とも、尋ねる者は一人もなかった。この女は水亀を、そのまま、そこに置いて町に行き、人々に言った、私のしたことを何もかも、言い当てた人がいます。 さあ、見に来て、ご覧なさい。もしかしたら、この人がキリストかもしれません。人々は街を出て、続々と、イエスのところへ行った。その間に弟子たちは、イエスに、先生、召し上がってください、と勧めた。ところが、イエスは、言われた。私には、あなた方の知らない食物がある。そこで、弟子たちが互いに行った。誰かが、何か食べるものを持ってきて、差し上げたのであろうか。 イエスは彼らに言われた。私の食物というのは私を使わされた方の御心を行い、その御技を成し遂げることである。あなた方は借り入れ時が来るまでにはまだ4ヶ月あると言っているではないか。しかし私はあなた方に言う。目を上げて畑を見なさい。早いのづいて借り入れを待っている。狩る者は報酬を受けて永遠の命に至る実を集めている。 まく者も,も狩る者も、とももに喜ぶためである。そこで、一人が巻き、一人が狩る、ということわざが、本当のこととなる。私は、あなた方を使わして、あなた方が、そのために、ロークしなかったものを狩り取らせた。他の人々がロークし、あなた方は、彼らのロークの、身に預かっているのである。さて、この町から来た多くのサマリア人は、 この人は、私のしたことを何もかも言い当てた、と証し,した女の言葉によって、イエスを信じた。そこで、サマリア人たちは、イエスの元に来て、自分たちのところに滞在していただきたいと願ったので、イエスは、そこに二日滞在された。そして、なお多くの人々が、イエスの言葉を聞いて信じた。彼らは、女に言った。私たちが信じるのは、もう、あなたが話してくれたからではない。 自分自身で親しく聞いて、この人こそ、誠に、世の救い主であることが、分かったからである。二日の後に、イエスは、ここを去って、ガリラヤへ行かれた。イエスは、自ら、はっきり、預言者は、自分の故郷では、敬われないものだ、と言われたのである。ガリラヤに、疲れると、ガリラヤの人たちは、イエスを歓迎した。 それは彼らも祭りに行っていたので、その祭りの時、イエスがエルサレムでなされたことをことごとく見ていたからである。イエスはまたガリラ屋の金に行かれた。そこはかつて水をどう酒に変えられたところである。ところが病気をしている息子を持つある役人がカテナウムにいた。 この人がユダヤからガリラヤにイエスの来ておられることを聞き、身元に来てカテナウムに下って彼の子を治していただきたいと願った。その子が死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は死しと奇跡とを見ない限り決して信じないだろう。この役人はイエスに言った。主よ、どうぞ子供が死なないうちに来てください。イエスは彼に言われた。お帰りなさい。 あなたの息子は助かるのだ。彼は自分に言われたイエスの言葉を信じて帰って行った。その下って行く途中、しもべたちが彼に出会い、その子が助かったことを告げた。そこで彼はしもべたちに、その治り始めた時刻を尋ねてみたら、昨日の午後1時に熱が引きました、と答えた。それはイエスが、 あなたの息子は助かるのだと言われたのと同じ時刻であったことをこの父は知って彼自身もその家族一同も信じた。これはイエスがユダヤからガリラヤに来たなされた第二の印である。